こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。もう毎度おなじみとなった千葉県ですけれども、今回向かう先はですね、鴨川です。数ヶ月前に鴨川グランドタワーという宿泊施設に泊まったと思うんですけれども、その向かいに建てられている、鴨川グランドホテルの方にも泊まってみようと思いまして、なぜ泊まろうかと思ったかと言いますと、大体ね、鴨川グランドタワーの宿泊料金が8000円前後だったんですよ。で、今回鴨川グランドホテルの方も8000円ぐらいで泊まれる部屋があったので、どっちがいいんだろうっていうのがすごい気になっていましたので、そちらを確認すべくですね、今回は宿泊することに、決めました。ここから約1時間ちょいですね、ドライブ楽しみます。実はですね、本日の天気予報なんですけど 90% 雨だったんですよ。で、先週ぐらいからもう行くのやめようかなって思ってたぐらい、天気がひどくて梅雨にも入ったっていうのはあるんですけど、ただ見てください、この天気。今日むしろ晴れ間が覗いてるぐらい、曇りですね。むしろ過ごしやすい天気です。マジでラッキーっすね、これ本当。養老渓谷、この間ぶりです。道の駅で休憩です。まだチェックインまで結構早いんですよね。なのでこの後は鴨川近辺ですね、鴨川の街の中を歩いてみようかなと思います。険しい山道を通ってます。風情やばいっすね、この道。鴨川着いた。ゴールドコーストみたいだな。まずは鴨川漁港に来てみました。これ車止められるかどうかわからないっていうのと、奥まで入れるかっていうのがわからないんで、止められたら、奥の灯台が見えたのでそこまで行ってみます。やはり行けないっぽいんですよね。昔のブログとか見たら、あの奥の方に見えますか、鳥、あの辺まで歩いて行けたっぽいんだけどな、入り方が分かんないですね。なんかすごくおしゃれな、なんでしょう、ここ場所にたどり着きました。鴨川ブルワリー、お土産屋さんとかカフェか、これ。綺麗な砂浜があるんですけど、入れるみたい、こっから。何この施設、マジでおしゃれ。これ奥がカフェって書いてあって、手前もこれカフェなんですかね。やってなさそうだけど、カフェの2階がテラス席になってて、かなり気持ちよさそうですね。入れなさそうな雰囲気だったんで、とりあえずここから撮っておきます。ここ絶対人気スポットになるわ。まだ完成はしてないみたいですけどね。しかも裏手に回ると、はい、この景色、海なんですよ。絶対やばいわ、週末ここ。いいとこ来れたわ。桟橋の方にも行ってみたかったんですけど、車が止められそうになかったんで、
海水浴場見てみます。こっから近いので行ってみます。前原海水浴場に着きました。今日天気が悪くてあんまり生えてないですけど、ほんといいとこ。このリゾート感、ヤシの木でかいよね、こういうところの。波荒いな、マジでいいとこだな。鴨川大好きになってしまった。海沿いを歩いてます。この辺は宿、別荘かな、宿っていうより別荘が多いかもしれない。すげえいい場所。これ天気良かったらどんな感じよ。見て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 、おしゃれなカフェがありますよ。テラス席で楽しんでる方々いらっしゃいますね。これは楽しみたくなるわ。この景色ですよ。300-400メートルぐらい歩いてみたんですけどね、そこまで南国リゾート風のお店があるわけでもなく、別荘とかもね、おそらく別荘だと思うんですけどね、あんまり人気がないんですよね。住んでる感じもなくて、若干の寂れ感、廃れ感はありますね。まあ天気のせいかもしれないですけどね。もうちょいだけ回ってみて裏側も見てみようかな。海沿いのダイニングバー、たまらんすよこれ。泣きなさい。本当に泣いた。だいぶ端の方まで歩いてきました、奥の建物見えますか。先ほど来たあの綺麗な建物の場所ですね。カフェとかあったところ、じゃあ裏道を歩いて駐車場に戻りますか。裏道を歩いてるんですけど、この道はね歩きづらいですね。車通りも多いし、横歩けるスペース全然ないし、お店も特になさそうなんですよね。もう少しだけこのまま歩いてみて、何かあれば撮りたいと思います。おっしゃれー、こういうとこで食ってみたいですね。お、またまた趣のある通りですね、こちらは。一本奥に入ると舗装された通りが出てきました。これは商店街なのかな。いやただね、本当さっきの道はね歩きづらすぎた。車通りが激しくて。結局阿波鴨川駅まで歩きましたね。かなり歩いた。かなり歩きましたね。せっかくなので、もう多分なかなか来る機会ないんで、せっかくなので来ましたよ。鴨川駅。駅前です。反対口の方が栄えてるのかな。
どうなんだろう、こっち側はもう何もないっすね。マジで何もない。それでは宿のチェックイン時間もだいぶ迫ってきておりますので、駐車場に戻ります。そして、だいぶ動画も長くなってきましたので、この辺で一旦締めさせていただこうかなと思います。鴨川観光すごく楽しかったですね。内側の方はね、道路がまあ車通りが激しくて歩きづらくてっていうのはあったんですけど、歩く分には気持ちいい。本当海沿いとかマジで気持ちいいんで、ぜひ皆様、鴨川に来た際はこの辺を歩いてみるのもおすすめですね。というわけで、続きの動画はですね、概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。一旦失礼しまーす。バイバーイ。チェックインしました。お部屋の紹介です。広い、今回広い部屋、あ、客室が6階ぐらいまであるのかな。あそこに展望フロアみたいのがあるんだけど。